強竜打線は中日ドラゴンズの打線を指す相性である。別名、恐竜打線。1996年まで名古屋球場を一軍ホームグラウンドにしていた、時期の中日は狭い球場を生かした打力が売り物のチームだった。しかし1997年に名古屋ドームへと移転してからはチームが不振に陥り、 星野イ一監督の方針の下一転して、投手を中心とした、守備重視のチームへと切り替え、現在に至る。定義が曖昧なため、優勝した年を中心に述べる。与那峰金目監督のもと、巨人の V10 を阻止して1954年以来20年ぶりに優勝した年突出したスター選手はいないが、僅差ながら総合力で、 読売ジャイアンツ阪神タイガースを上回った。しかし、日本シリーズでは、ロッテオリオンズに敗れた。なお、応援歌、燃えよドラゴンズ。が、初めて発売された年でもある。シーズン MVP は三冠王に輝いた、大貞治が選ばれた。代打には、大島康則等が起用された。 近藤貞田監督を中心として、信ぶ軍団と言われる個性豊かな選手たちの活躍により優勝。ただし、西武ライオンズとの日本シリーズでは、遠田ともに不発に終わった。代打には、豊田聖介等が起用された。星野大成2年目の本シーズンは、当初再開予想がなされ、実際4月を6位で終わるものの、夏場から、 八区の快進撃で広島東洋カープとの最大8ゲーム差を逆転して優勝。逆転やサヨナラ勝ちが多く、サヨナラ勝ちは11回を数えた。ルーキーだった、立浪和義が2番としてフル稼働した。投手陣では、移籍1年目の小野和幸が18勝で最多勝ちを獲得。日本シリーズでは、前回の1982年と、 同様、西部に敗れた。シーズン MVP は、リリーフエース各源氏が選ばれた。オフに、落合博光が、FA で巨人に移籍してしまったことも含め、チームが不調だったため、高木森道監督の身体が問われたシーズン。しかし、後半は例によって走り出し、首位巨人を、もう追い、10月8日の同率首位最終戦の決戦に持ち込んだ。 名古屋球場最終シーズンとなったこの年は、星野セムイチが監督に復帰し、チームの立て直しを図った。特に6番を山崎武史、7番を大宝安明と固定して、ホームランを量産。この二人と巨人、松井秀樹の三人による熾烈な本類打大争いが繰り広げられた。この様は影のクリーンアップと言われ、た球団から恐れられた。 なお、恐竜打線はこの年の様子を形容したことが、発端とされている。この年は、本拠地を、名古屋ドームに移したが、狭い名古屋球場から一転して、広くなった、名古屋ドームでの戦い方になれず、恐竜打線も沈黙、チーム防御率は11位と、低迷、5年ぶりの再開に終わる。前年に、 阪神からトレードで獲得した、関川光一が開花し、韓国人選手の李尚範と共にリードを不満として、抜群の働きをするなど、前年の補強の成果が明瞭に現れた。4番ゴメス5番辰波6番山崎の強打者に加え、7番井上が、開幕21試合連続安打を達成するなど、好調。さらに、ドラフトで、 福留光介が入団して、レギュラーに定着した。しかし、福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、主砲の山崎が、リーグ優勝を決めた9月30日に不勝離脱。関川は、第4戦まで、無安打で21打数に安打。井上は13打数0安打。福留の守備ミス等が重なり、全評判では、中日圧倒的優位だったが、1勝4敗で敗退。 シーズン MVP は、エース野口茂樹が選ばれた。代打には、愛孝武志、渡辺広之等が起用された。この年就任した、落合博光監督は、守りの野球を掲げ、セリーグ最小失策数となる45失策を作った。また、投手陣では、エースの川上健進の復活、落合英治や岩瀬人則らリ,リリーフ陣の尽力もあり、 5年ぶりのリーグ優勝を遂げた。また、守りの野球らしく、守備の名手が揃っており、ゴールデングラブ賞を5部門にわたって受賞した。しかし、日本シリーズではまたも西部に敗れた。シーズン MVP は、エース川上健進が選ばれた。代打には、高橋光信等が起用された。守備攻撃ともに噛み合い、途中から首位を独走して優勝。 この年の打撃3部門のタイトルは、ウッズ、福留と中日に在籍する2人で独占された。日本シリーズでは、北海道日本ハムファイターズに敗れた。7月に入ると辰ツに代わり、森野がサードのレギュラーに起用された。シーズン MVP は、福留康介が選出された。代打には、辰ツ和義等が起用された。 この年のペナントレースは2位に終わるも、この年から開始された、クライマックスシリーズで巨人に勝利し、日本シリーズでも、日本ハムを破り53年ぶりの日本一を果たす。終盤は福留が離脱しながらも、中村治が奮起して、日本シリーズ MVP を獲得する活躍をした。シーズン MVP は、リーグ優勝チームの小笠原道博。には、 辰波和義等が起用された。イバタの途中離脱、新外国人のディオニス・セサルや、主砲のトニ・ブランコの不調など、頻打に苦しみ、リリーフ投手陣に助けられて、球団最多となる12回のサヨナラ勝ちを記録しつつ、優勝。森野、和田が打線を牽引し続け、若手の同場兄弟、岩崎達郎、大島洋平らが台頭した。シーズン MVP は、 和田和弘。代打には、野本慶也土上強弘広等が起用された。この年から導入された、統一級の影響で、森野、和田をはじめとする、打撃陣が絶不調に陥り、打線もシーズン終盤まで固定できず12、球団ワーストのチーム打率、総得点を記録した年。 一時前半戦から首位を独走したヤクルトと10ゲーム最上をつけられたものの、吉見和樹、浅尾拓也ら投手陣の奮起と夏場以降離脱していた谷重井田ブランコが復帰、打線が固定され少ないチャンスを活かして確実に点を取ることができるようになったことで、落合いの突然の退任発表もありながら、大逆転で球団史上初の連覇を決めた。 シーズン MVP は、リリーフエースの浅尾拓也が選ばれた。日本シリーズでは、ソフトバンクに3勝4敗で敗退。代打では、土の上剛弘、広小池正明、佐伯隆弘等が起用された。ありがとうございます。